目指せスーパービーストラー。皆様こんにちは、コバです。今日はですね、レガシーアウトバック、カタログをですねいただいてきました。ご紹介したいと思います。まずね、先代モデルと違ってここのフォグランプが変わりましたね。そしてグリルも変わりましたし、でちょっと顔つきがね、新型レヴォーグに近いような感じは僕は受けたんですけど、見てみたいと思います。はい、なんとアイサイト X が乗りました。フォレスターの新型には乗らなかったアイサイト X がアウトバックに乗りました。ちょっとこれでね、レヴォーグとアウトバック選択肢が2つになるぐらいいいなって僕は思うんですけど、お値段がちょっとねどうなのかわからないんですけど、まあこのシートもですね、本革シートすごく高級感があって、で僕このねドライバーのこの視点に入るこのナビ、これがすごくいいなと思ってるんですよね。そしてラインナップリミテッド EX、ということで 1.8 ダブルオーバーヘッドカム直噴ターボ DID、 いいですねターボ。そして、レヴォーグと同じようにハンズフリーオープンパワーリアゲートってのがついていて、フロントグリル新しくなってますね。そしてシート、やっぱ高級感がありますね。X、 そしてもう一度タイプ X ブレイク EX、 これはあの僕のフォレスター X ブレイクと同じような感じだと思いますね。山とかに強い、アウトバックのねこの加速もちょっと変わってね、いいですね。このグリーンがちょっとおしゃれだなと思って、山に合いそう。そして、アイサイト X ですよ。これすごい欲しいんですよね。ものすごいみたいで、僕のフォレスターもカーブでですね、まっすぐ行っちゃう時があって、それをアイサイト X はちゃんと急カーブでも割と曲がってくれると。これ本当に欲しいですよ。そしてスバルスターリンク、これも興味があります。事故とかあった時にね、すぐに助けてくれるというか、24時間365日コールセンターとつながるというね、アクシデントの時にも大活躍する。そして、こちらにドライビングと 11.6 インチセンターインフォメーション、そしてハーマンカードのサウンドシステム装着オプション、これすごい音いいらしいですよね。海外ではね、僕の友人がつけようかななんて言ってたんですけど、僕もちょっと試してないんですけど、ちょっとねすごく気になります。そしてこれがエクイプメント、まだねこれプロトタイプなのかな、まだちょっと金額とかも値段も出てないんで、ちょっといくらになるのかなちょっとわからないですけど、まあこのような感じで、1.8 ダブルオーバーヘッドカム直噴ターボ DID ということです。カラーがですねこちらに9色ですかねあるということで、ぜひね、試乗車が来たらね、ちょっと乗ってみたいなと思います。フォレスターとまた違ってね、ちょっと背の低い高級車という感じです。アウトバック。皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひ、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。